クスノキ賞は、兵庫県競馬組合が施行する、地方競馬の重賞競争である。正式名称は、デイリースポーツ賞クスノキ賞。兵庫県の木であるクスノキに由来する、この競争は、2003年まで、アングロアラブ3歳の全国交流競争で、事実上アラブ版の日本ダービーとも言われた、クスノキ賞全日本アラブ優勝として開催されていた。 しかし、兵庫県競馬の名物だった、クスノキ賞は、アラブ系の規模縮小に伴い、サラ系3歳以上の1700メートルで行われる、こととなった。2004年から2007年は、サラブレッド系の競争以降のクスノキ賞は、兵庫県競馬デビュー時、かつ JRA を含む多地区に遺跡経験のない、馬のみの限定競争となっており、JRA からの遺跡馬が多く所属する兵庫県では、 最も出走馬の層が薄くなる重傷であった。2009年から距離が1870メートルに延長された。2008年のみ、3歳は限定競争として、11月3日の JBC 競争当日の前座レースとして行われた。2012年の開催を最後に休止されていたが、2018年に6年ぶりに開催される。条件は、サラブレッド系3歳。 地方全国交流で距離は1400メートルに短縮された。再開された2018年の優勝賞金は600万円だったが、翌2019年の第53回は1000万円に増額された。2020年からは第53回の倍額となる優勝賞金2000万円に増額された。また同年よりレース名がデイリースポーツ賞クスのき賞となる。 各界競争結果の出展、ありがとうございます。